皆さんこんにちは。金沢文庫の向坂です。今日は文庫ガエルとボサちゃんがどのようにして生まれたかをお話したいと思います。まず文庫ガエルの方なんですが、横浜でサッカーのワールドカップが行われた2002年、あの前の年の2001年に横浜市から金沢文庫でサッカーに関連する展示を行ってほしいっていう依頼がありました。金沢文庫でサッカーに関連する展示は行わなかったんですが、まあ、多くのお客様に親しみを持ってもらえるようにするためにはキャラクターみたいなものがあった方がいいんじゃないかなということが話として持ち上がりました。そこでサッカーに似た遊戯である蹴鞠を鳥獣戯画のようにカエルとかにこうやらせてみた、そんな絵を描いてみたところ、これが大評判になりました。これが元になって展示の解説みたいに日本と韓国のそれぞれの貴族の格好をしたカエルが蹴鞠をやっている姿というのを描くようになりました。これがその後補助解説冊子ですとか館内の掲示物ですとかいろんなところでまあ活躍するようになっていったんです。鎌倉時代の武士、江戸時代の武士と異なり、負けても新たな主君の下でやり直すことができました。しかし金沢北条氏ほどの責任者ともなるとそういうわけにはいかず、死ぬ以外に選択肢がなかったようです。そこで定行はあえて壮烈な最後を遂げることによってせめて名前を残そうとしたようです。その最後には敵も感動し、後には水戸黄門で知られる徳川光圀も感動しました。そういった意味で定行の名前を残そうとした試みは成功したと言えるかもしれませんね。称名寺の浄土庭園には味ヶ池という池があって、そこに反橋という橋がかかっております。でこの反橋なんですけれども、まあ、一説によると人の人生を表しているという説があるようなんです。一方の菩薩ちゃんは文庫ガエルの生まれた1年後2002年にその原型が生まれることになります。称名寺の石塔という展示の中で五輪塔と人間の肉体と関連付けたそんな文献が展示されていたんです。鎌倉時代このような考え方に沿って自分の体に五輪塔を思い浮かべて使用した僧侶もいたようです。そこで展示に合わせて五輪塔をこうキャラクターにしようと思ってスケッチをしていた時に、まあ、その脇役として描いたものがその菩薩ちゃんの原型になったんです。こうして生まれた文庫ガエルと菩薩ちゃんはいろんなところで活躍し、ついには金沢文庫のキャラクターとして登録されるに至りました。現在金沢文庫に来ていただきますと文庫ガエルと菩薩ちゃんのキャラクターボードがございます。ご来館された時にはぜひそれを探してみてください。